昔話なんだけど、結婚して毎月に3回は義実家参りだった。車で3時間の距離。行けば、乙女も夫も満足で疲れて嫌なのは私だけ。そんな生活が3年続いて、私の父が癌になった。父の看病、見舞いに行きたいという私と、義実家に行かなきゃ乙女ががっかりするだろという夫で大バトル。ある日夫が、夕食の時に、緑の紙、記入済みをペローンと出してきたよ。お前さ、俺の言うこと聞けないんだったら、もう離婚だって、ニヤニヤしながら言われた。私、呆然。何も言えなかった。次の日離婚届でして、会社の有給取って荷物まとめて、実家に帰った。父の病室で離婚したって言ったら父呆然。お父さん、離婚した娘が心配だよね。心配なら死ぬ気で癌に勝て。と、母が檄を飛ばしてた。で、離婚届は、脅しだったらしく、元はロミオったりファビオったりしてた。共通の友人で、法学部卒だが会社員に相談を持ちかけて、脅しのつもりだったって、そんなの裁判しても勝てるわけないでしょと言われて撃沈。離婚無効の裁判を起こしたかったらしい。元夫からは、今でもたまにロミオレターが来る。受取拒否と手書きして返してる。なんか、離婚の顛末を会社で愚痴ったら、嫁の親が癌なのに見捨てる冷血感。と、ソース感食らって、逸楽なって退職して、今はフリーターらしい。で、余命3ヶ月とか言われた父は、なぜか、持ち直し5年経った今でも元気。今は、出戻り娘がまた出ていくまで心配で死ねないってさ。お母さん、素敵だ。ずっと、うちの恋恋っていう乙女が一番悪いと思ってた。でも、私が疲れる、今日は、行きたくないって何度訴えても、引きずるようにしてでも、義実家に連れて行ってたのは夫だったんだよね。離婚届見た時に思った。夫は、自分がゴルフ行きたい時には、今週はゴルフ行くから、そっち行けないって断ってたんだもんな。私が行きたくないって言ってると、言うと角が立つって言ってたけど、わざわざそんなこと言わなくても、今週は2人で過ごすって言えば納得する乙女だったのかもしれない。なんて親孝行な娘なんだ。もし再婚したら、孫の顔見ないで死ぬ気か。で長生きさせなきゃね。嫌からスカッとしたぜ。ロミオレターの中身を知りたい気もするが、受取拒否が一番なはずなので自重する。財産分与で揉めなかった？財産、ほとんどなかった。結婚後の貯蓄は、3年で30万弱、元夫が乙女に貢いだ結果です。私が実家に持って帰ったままいただいてしまった。法学部卒の会社員友人に相談を持ちかけて撃沈するような人だから、泣き落とし、脅しすかしはあったものの、財産の方にまで頭が回らなかったらしい。まあ、ほとんどないのは知ってたからな。むしろ、離婚するなら、家電とか車は全部渡さないからな。と、必死になっていた。どうぞどうぞ。実家に帰れば、家電も車も全部邪魔。おつ。なんでえねって、相手が自分と離婚したがらないはずだと思い込んでるんだろうな。いやあ、お互い意見が合わなくて、嫁に逃げられちゃって。なんて言ってる×一男は、普通にその辺にいそうだが、ちょっと寂しい過去、みたいな演出してるその男自身が、嫁を、両親への手土産として扱って、嫁が意見すると、ニヤニヤ、離婚届を脅しで出すような男である可能性もあるんだな。結婚後3年で、貯蓄は30万円弱って、目玉ポーン。将来どうするつもりなんだろうね。別れて正解。ロミオレターは、363の財産を当てにしているのかな、やっぱり。306は、久々にいいえね。超スカッとした。お父さんいつまでも元気でいてほしい。バカロミオは、ホームレスにでもなってほしいわからん。